皆さん、こんにちは。今日はね、ちょっとねやばい動画を撮ろうと思ってまして、まあやばいっていうのもね完全に個人的な、趣味全開の動画なんですけど、YouTube でね知り合った、ベース仲間と一緒にねちょっと、まあ、その方々の協力を、元に、今日はね面白い動画を撮るんで、ね、一緒に楽しんでもらおうかなと思います。でね、やばいベースがねあるんですよ、今1本で。そのやばいベースにちょっとねやばい弦もあるんで、やばい弦を張ってね、ちょっとタイムマシンに乗って、ベースを弾いてみようっていう企画なんで、ぜひ、イヤホンつけて、楽しんでください。じゃあそのやばいベースを見ていきましょう。よし、じゃあね、今日の持ってきていただいたベースをねちょっと見てもらいましょう。うぃージーザス、やばいっすねこれ。本当もう何回もね、僕ね、機材オフ会を、YouTube のメンバーシップで、3ヶ月に1回ぐらいやって、でもう6回ぐらいやったんですよ。でその中でこれが僕一番の推しなんですよね。もうなんか今日はね推し活ということで、1962年のもうなんか新品みたいな、なんかできた当時はこんな感じだったんだろうなっていうプレシジョンベースを持ってきていただきました。しかもやっぱスラブなんですね。ギリギリスラブの時期ですね。おお、ヘッドとかめちゃくちゃ綺麗だし、いやほんとね、なんかこうヴィンテージができた当時ってこんなんだったんだなって思うし、音がめっちゃいいよねこれ。めっちゃいいっす、音がね本当にいいんで、今日はなんかね楽しみです。でこれに弦を、うわーこれやば、うおーすげえ。俺これ本でしか見たことないっすよ。あーすごっこれ、あー やばいっすね。結構綺麗、めっちゃ綺麗。現存するんだ。しかもピッチパイプね、これ多分当時チューナーがまだなかった時代で、これでチューニングしてたんでしょうね。これで後で俺もチューニングしてみるか。入ってるですね。おお、やば。使ったことある人いないですよね。ないですよ。俺ってギリギリ音差でなんか初めの方練習させられた、 A の音でチューニングしろっつって。E、A、音差、ピアノとか音差ね、音差で、でも今は使わないですけどね、全部チューナーに頼ってて。あ、E、A、D、G、B ってギターのチューニングになってんだこれ。ちょっと後でこれ使ってみましょうか。ストラップもすごい艶が、いやこんな感じで、この、素晴らしい、なんかね当時できたばっかのようなプレシジョンベースに、今日はなんとこの弦を持ってきていただきました。フェンダーマスターサウンド、これ1960年代の弦なんですよ。プレシジョンベースって書いてるし、フラットワウンド、プレシジョンベース用のフラットワウンド、ヴィンテージ弦。そう、なんか見たことありますよね。なんかそのベース用は俺初めてかもしれないですけど、ギターがなんか、うん、なんだろう、すんごいコレクターの人とかの写真とか見るとこれがついてて、ずっと俺気になっとったんですよねこの一件。これをね貼らせていただけると、お二方の協力のもとやってみようかなと思います。素晴らしい。じゃあね早速ちょっとね弦張り替えていきましょうか。そんな感じでよろしくお願いします。ゆっくり見ていきましょうか。はあ、え、これなんかジャケットとかってなんか書いてあるんです。あ、なんか書いてる。ちょっと見ていいですかこれ、開けて。行きましょう行きましょう。お、すげえ。ほう、ピアニッケル、ラップストリングス。はあ、あ、なるほど。ナンバーがあって90がプレシジョンベース用、これが90なのかな。じゃあこれ90って書いてるの、ナンバー850って書いてるの、850、あ、これ、ね、あ
レギュラーゲージ。あ、プレシジョンベースのレギュラーゲージ用なんですね、これが。ナンバー850。ちなみにプレシジョンベースっていうのがなんかこう時代を感じるというか、あのジャズベースじゃなくて、もうベースイコールプレシジョンベースだった時代ですよね、これきっと。ジャズベースは書いてな ない、ね、ジャズベースが、でも 60… あ、でも、いつなんですかね、この弦はね。その弦はこれについてたもんじゃないんで、この弦自体がもしかしたらジャズベースがまだ出てなかった頃なのか、ジャズベースも、いやでもジャズベースって書くよね普通。ライトとレギュラーがプレしかなかった頃って言ったらだって59年とかになりますからね。60年ぐらい出てるんですね、ジャズベース。そうですね、59年後半からプロトタイプとか。まあともかくこれ850番なんで、プレシジョンベースの、レギュラーゲージっていうふうにちょっと見ていきます。でも、でなんかね、これね、一応なんかこう貼られて、おお、そう、これこの糸の色、これ俺ね、よくヴィンテージのなんかこう本とかですっごい綺麗な状態のヴィンテージベースに、こうなんか銀色っぽい飾り糸のやつが貼られてあって、あ、当時の弦ってこの色やったんかなっていう風にね思ったことあって、それなのかな。なんか緑のイメージあるね、ファンフェンダーって。あ、でもこの色もよく見る、見るっすよね、なんか本で。で、70年代のやつは緑だったんですよ、あの飾り糸が。で、今のフェンダーのベースのフラットアンドも緑じゃないですか。そうです、今緑なんですよ。あ、フラットそうなんですか。フラット、一昔前フェンダーの弦でこういう銀色っぽい飾り糸あったんですか。ちょっと前、へー、あ、じゃあなんかもしかしたらそれを復刻してあったのか。このね、これよく本で見てたんですよ。だからもしかしたらこれ一回使ってるってことは、当時出荷されてた時に貼られたやつをしまったのか、それともこのフェンダーのやつのマスターサウンドなのか、多分どっちかだと思うんですよね。あ、なるほど。うん、入れ替わってる可能性、可能性ありますよね。そのだからカジノを取って新しい、そう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 、買った時のついてたやつを、本体の出荷時の時についてたやつを取って、これ入れて、まだ使えるからつって入れて、これを貼ってた。で、それどっかもうなんか誰か別のこと、もうなんかこう別の人に渡ったかもしれないし。なんかね、もうかっこいい、ここが若干歪んでるからちょっと斜めになってて、めちゃくちゃかっこいい、プレートだけでかっこいい。これあんま知らない人結構いると思うんですけど、これロゴがオリジナルかどうか見分ける方法知ってます？知らない。これ当時ってここのロゴ、なんだろう、二重でデカール貼ってて、この黒とこの縁取りの黒と、あとこのフェンダーって書いてある金の、うん、あ、1枚なっとうわけじゃなかった、1枚じゃないんですよ。だから今これ1枚やんね、今1枚ですよ。よく見るとこれ映るかな、二重になってるんですよ、ここの縁のところが、こことか二重。これカメラじゃ映らんな。でもちょっと生見てみどういうことですか。ここなんか2段こう階段みたいになってるの分かります？なってる。これがオリジナルなんですよ。本当よ。ここ横から見ると、ここに段が、縁のところに段がある。そうそうそう、オリジナルのデカールがそういう作り方になってるってこと、ね、そうなんですよ。すげえな、マニアだなさすが。これはでも僕もつい最近そのヴィンテージ楽器屋さんの店長さんに教えてもらって、そうなんだ、これ見てる方、なんのこっちゃわかんないと思うんですけど、62年の頃はこれセルロイド使ってて、65年とか66年ぐらいから塩ビになってるんですよ。まあいわゆるプラスチック、まあセルロイドもプラスチックなんですけど、セルロイドってあれなんですよ、ニトロセルロースなんですよ。だから危険物なんですよね。危険物の第5類に入ってて、なんか燃えるんですよね。
そう、なんかこう燃えやすいらしくて、しかも作る研磨した時に燃えやすいとか、ちょっと熱そうそうそう、あと変形しやすいとか、これ全然変形してないですけど、だからなんか使われなくなったんですよ。変形の具合って個体差あるけど、うん、何なんでしょうね、いや多分光に、なんかセルロイドはもう光に弱いらしくて、もう空気とか光とか、だから光に当てずにしまってたやつは多分こんな感じで保ってるんですけど、だ基本的にもう割れますよね、この縮んで、あのネジに負けてポキュって。人間が生きてる空間で使えないじゃないですか。だから多分塩ビになったんでしょうね。逆になんか宇宙とかで、ね、使えるかもしれない。なんか昔はなんか昭和のおもちゃとか結構セルロイドできてるんですよ、ですね、人形とか、うん、独特の色味があって、だからこれも本当に独特のなんかこう淡い色があって、うん、このね感じがねやっぱちょっとリーシューと違うなって俺すごい思うんですよね、オーラがあるっていうか、深みが全然違いますよね。そう、なんかね深みって一言で表せないけど深みがあるんだよね、なんか奥行きがあるというか。そうですね、うん、墓なんだってなんかこういうやっぱ縦にこうガーっていう木目が入ったやつと、なんか真っ黒のやつがなんかとこの頃ありますよね、62年とかでも。これは割となんかこう墓なんだの木目っていう感じ。ヒゲってやつですね。あ、ヒゲっていうんですか。なんかヒゲジーパンみたいですね。で今は当時ブラジルで、ブラジルの家もね、ハカランダで結構作ってたようで、あのそれを取り壊したやつがギター用になったりとかベース用になったりとかしてるらしいっすよ。だからいっぱいあったんですよね、当時多分ハカランダ、まあ、取りすぎちゃったんでしょうね。いや、なんかこの赤に、艶感が赤っぽいとこに黒が走ってんのもね、いいですね。あんまり弦外してよく見ることないから。確かに、ずっと見とけれますね、これちょっと匂ってみていいですか。もちろん。ああ、分からん。はい、弦もなんか匂いに同じですね。匂ってみますか。この袋がなんか、これは匂いフェチですよね。どうですか、あのヴィンテージの匂い。変態ですね。クレイジーですね。髪の匂いなんか、なんだろう。なんだろうね、そのなんか、そう、髪の匂いとかのあれもありますよね、なんかこう、そうですね、ヴィンテージって、うん、甘いんですよね、もう、そうですね、なんかこうケースにしろ。そうか、そう、これにもそういう接着剤が使われてるとか。へぇ、この、いまだにそれが匂うっていうのがすごい、防水加工みたいな、あとなのかな。あ、そっか、この紙もだって60年代だったことか。そうですね。すげえ。あ、でもなんかちゃんと、なんだろう、加工されてるんですね。ちょっと俺も匂っていいですか。あー、なるほど、今の匂いじゃないですね。これ欲しい、この香水が欲しい。欲しいですね。ちょっと太いですかね。あ、確かになんか太い、太く見える。ゲージって書いてる、これ。ゲージは、E で、なんかファーストとかサードしか書いてない。確かにゲージとか書いてないんだ。あ、でもなんか一応ね、これ見る限りミディアムゲージとか、プレシジョンベースの、あ、ライトゲージとかレギュラーゲージがあったっていうことは、一応ゲージもあったのね。なんぼとかは書いてないんですけどね。生音でも、なんかアタックが太いぞ。なんかコントラバスの生音みたいな。そうです ね、なんかこうすごいボンボン、なんか19ドル、19ドル5セント。19ドル、60年代の19ドルって今、まあ、日本円は1ドル360円だった時代なんで、19ドル、まあ、大体20ドルとしたら、うん、7000いくらでしょ、何百円で。大学の初任給が確かね、60年代って1万円とかだったの、多分。
だから結構えげつない弦なんですね。給料の半分以上かけて弦を買うっていう、ね、最近だってさ、フェンダーがさ、アメビン2が出て、あのなんかストラトを当時の54年の値段で売るって言って、なんか4万円とかぐらい、あれ昨日か一昨日なんか、そうそうそう、すごい並んでなんとかやってたやつ、4万円ぐらいだった時にこの弦7000円ぐらいだったんですよね、多分きっと。ただ4万円っつっても大学の初任給が1万円とかの頃なんで、結果ガチでスーパーカーっすね車の値段っすね。晴れました。じゃあこんな感じで、ちょっとじゃあいよいよ音出してみますか。おお。うわじゃあまずちょっとピッチパイプでチューニングして、はい、だってなんだろうね、吹いて、その音に合わせればいいですよね、うん、じゃあ A、 ちょっとこれ で出ないっすよコツがいるな。ピッチパイプの時点で技術が必要ってトランペットみたいな。で、E、A、D フラットしてるな、これで。そうだね、まあ、A あったらもう全部いけますからね、はい、音差で鍛えられてるんで。これ、こんな感じ。じゃあ、マイガール行ってきます。何これ、ロバート・ホワイトのギター聞こえてきますねすげえ。がすごいね、太いし、あのアタックが塊が飛んでる感じ。うん、弾くフレーズがかなり限られるぞこれ。現行品のラベラより太い感じしますね、やっぱ。そうですね。うん、弦めっちゃ太いやっぱ太いか。あ、なんかどこ弾いても音のアタックが太いよね。太いな音。ヘビーゲージじゃ
ゃないですかね。150でしょこれ。前ラベラ貼った時こうだ。レギュラーとか言ってヘビーゲージのみたいな。あれミディアムって書いてありませんでした。あ、レギュラーって書いてた。あ、でもね気持ちいい。いいよ。レコードの音ってか、ちょっと前から弾いてみてください。聞いてるとそうキックっぽいっていうのがなんかわかりますね。キックっぽいですよね、うん、なんかそのキックが飛んできてる感じ、そのバスドラとベースが F すごいよね。 F がやばい。なんかね上の方からトゥ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 ドンって降りてきたら多分めっちゃ気持ちいいです。バッチリサドウスキーのあの何でしたっけ、ラベラ一角ブラックラベルのやつにちょっと似てる。ちょっとねブリッジカバーをねちょっと外してみようかなっていう話になりまして、今外してます。すげえ、結構ハイポジションも弾ける感じですかこれ。
この弦、太い弦を受け止めてくれてますよね。だから相性が完璧っていう。力がいるよね、なんか右手なんか、うん、重いっすね、うん、重いよね、そう重いんだよ、なんか弾いた時のアクションっていうか、うん、これで一ライブしたらすごいぞ、指が早いっていうか、そうね、うん、ちゃんとしっかり弾いてあげればすごい音が早いっていうか、うん、まさにって感じですね、このあのベースとキックだけのね、うん、あすごい釣りみたいなですか、ね、あーそうですね、途中で、あれお前弾いてないなあいまちばーくってドゥ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 ってなってんのにあいまちばーくって手話してるが結構、
腕全体で弾いてる感じじゃないですか。ジェマーさんの部分というのでなんかそれがなんか分かる。精度高くて。いやいや、抜群を弾いたらマジで申し立てに来たんで、なんかベースだけなのにあまりにもベースラインが有名すぎて、ベースラインに著作権ついてるんですよ。ベースラインがその曲になってるのかもしれないですね。なるほど。マイガールとかもやっぱギターの下手すればマイガールのギターのリフも引っかかるかも。同じテンポで弾いたら引っかかるかも。綺麗な1962年のプレベに、当時のフェンダーのマスターサウンドだと思われるマスターサウンドの可能性が高い、弦をね、まあ、またはフェンダーが、工場出荷時に貼られてたこの弦を貼った、動画を撮ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。僕はすごく、満足しました。なんかね、ファンクマシーンじゃなくてちょっとタイムマシーンによって62年の当時の組み合わせで弾いたような感覚が味わえたんで、ね、ぜひ皆さんもで、なかなか味わえないですよねこれいや俺もね今日はね本当にあの YouTube で知り合った、仲間の協力がなかったらこれはできなかったんで、でも昔からね気になってたんですよ。なんかこう、うん、当時のなんかこうすっごい綺麗な状態のなんかミントコンディションみたいなベースに当時の弦貼って今の機材で鳴らしたらどんな音するのかな。こんな音しました。そんな感じでね、お二方もありがとうございました。今日はありがとうございました。これからまだちょっとね時間あるんで、3人でちょっともっとね遊ぼうかなと思ってるんで、ね、最後まで、見ていただいた、皆さんもねありがとうございました。またなんかたね楽しいことがあったら動画にしようかなと思ってますんで、引き続きよろしくお願いします。じゃあまたね。ありがとうございます。